どうも、ダークセイバーです。今回はアニメやゲームで、おすすめの青髪美少女キャラ、教えてに対するネットの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。しばしば黒髪や銀髪が色合いの関係で青になりがちではあるが、それでも青の髪のキャラは良き。おすすめのキャラがいたら教えてほしい。じゃあ俺は単発バージョンのこっちの青髪美少女。なんでミーチェリアの方はその、成長したんですかね。一巻からすでにティグルとことに及んでいるからじゃ。また F 設定の新シリーズ出るんだけど、こっちの時空だとロングポニテなのか単発になるのか、それとも新髪型かどうなるんやろうな。よもう。最新刊。宣伝。空の落とし物ニンフ。エレメンタルジェレイドのキャラでレベリーイコールメザーランス。ブルアカってアリスは黒髪、ノアは銀髪、ユーカは紫だけどアロナは青と銀髪どちらだろ？こうして見ると色合いの区別が難しいな。サムネのこの透明感良き。Y は立花。百科のの静香ちゃん。遊戯王ゼアルの上白リオ。青と紫のグラデーションはいても、二色分けは珍しいね。分けているのだと前期アニメの16ビットのこの葉がいたけど、あれ作中でも黒髪に差し色で一部青に染めているとか。恋姫の修羅、加工園、クールなシスコン。馬娘のツインターボはかなりガチャガチャした組み合わせのデザインなんだけど、不思議とキャラと噛み合っている。そして実はライダースーツのようなインナーにパーカーと判明して多くの紳士がどよめいた。キングダムハーツアクア。幼馴染二人のお姉さん的ポジション。身内には優しいお姉さんだけど敵には男口調で勇ましい女騎士だけど、得意なのは魔法での攻撃とガーリッシュとボーイッシュのバランスがいい。左襲したソシャゲのキャラクター、ローの精霊。サモンナイトのユエル。かなり古い作品だがラムネ&40シリーズからカカオ。青髪褐色の巨丸美少女だ。ビップ RPG のウォーター3。ミクさんがまだいないとは。オッセンそうか？フルメタルパニックの千鳥かなめ。かなめって黒髪かと思ってた。原作もアニメも青緑色なんだよね。設定上は黒髪。まあスレ主も言ってる柄の部やアニメには設定上、黒髪のキャラが青髪になってることが結構ある。頭おかしい絵丸毛の作中唯一の常識人の青髪の子。可愛かったけど思い出せない。抜き足しのうなぶたいく子？それだ。なんで私が出てないのよ。あわわ。レム、リゼロから始める異世界生活。期待の新人。この子俺のドストライクすぎてやばい。ミプレイだったらアイドルマスターシャイニーカラーズをよろしく。馬娘ならこの子も捨てがたい。メジロアルダン。見た目は絵に描いたようなおしとやかなお嬢様。しかして自身の身体のハンデを押してレースに身を投じる覚悟がんぎまりな子でもある。ブルーエンジェル。電波女と青春男の東亜エリオ。あら、お目が高いですね今回の勇者様は。やっぱミワちゃんよ。アイマスのキサラギチハヤ、設定上は黒髪なんだよな。無色転生のロキシー。公開されたばかりの映画、劇場版ガンダムシードフリーダムから期待の新生イングリッド・トラドールちゃんだ。愛と悲しみを背負ったけなげな優等生ヒロインだ。ろくでなし魔術講師と近畿経典のリエルイコールレイフォード。奇跡シリーズの毛を。水色の髪を持つがこれは人体実験によるもの。そのため感能性が高いが、この悲惨な老いたちから助けてくれた恩人が教えてくれた猫のマスコットミッシーへの思い入れが強く猫のようなデバイスをつけているのもそれ。まあそのミッシーの真実を知って愕然とするのだが長期シリーズの宿命でデザインは時代とともに変わるが一貫しているのはクーデレ。その恩人が話してくれた彼の弟がロイドで仲間として過ごすうちに好意を抱いている。ルーティ・ラグナソン、真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました。ヒロアカのねじれちゃん。不思議ちゃんキャラ。あげようと思ったら上がってた。かわいいよねねじれちゃん。世界で一番幸せな女の子なくとり。まだくなぎさがいないとはね。ボイジャーだかわいいだろう。コードギアス。セシル・クルーミー。覇王体系ユーナイトのパッピー。コウも同様嘘で被るのも珍しい。ご中佐で青髪に近いのはマヤの方だと思うが、リゼの紫髪はちょっと変わっている。あの世界髪色は気にしたらダメなのだろうけど、まあ多分作中では黒髪わんぱくな妹と世話焼きなお姉さんで姉妹みたい。白猫プロジェクトよりイクシアグリゼオちゃん。とても純真なんだ。嫁、チェンクロのフィーナはいいぞ。若干構造色っぽい髪色だからやモデルによっては紫になったりしてるけど。12歳。実際より大人っぽく見られがちだけど基本18歳なので美少女だよな。ウィクロスディーブアライブの先駆けレイ。魔法騎士レイアースの夕崎海。アンジュリリンクの蒼月さや。今の青髪ヒロインって可愛いし正統派かな？っての多いよね。
昔だと負けヒロインだの不憫だの散々言われてなかったっけ。青髪ヒロインが負けヒロインっていつ頃からだっけ。古くは君の図あたりが思い浮かぶけど、テレビアニメ版では勝ちヒロインだったぞ。OVA では逆転されてたけど、こういう髪色ネタってバーナム効果だろ。あんだけたくさんキャラがいて髪色に使われがちな職上げていったら、そりゃ誰かしら一人二人そのポジションのキャラ思いつくわってやつ。ビビも青系統の髪だな。キュアマリン、やっぱ水属性だよね。え、丸毛だけど。ヴィーナスブラッドラグーンよりギャー。性格もめっちゃ可愛いよ、この子。タバサとシルフィード、ゼロの使い魔。ゼロの使い魔ガイデンタバサの冒険。原神のレイラ。コント水色のグラデーション。アニメ表現だと青だけど黒髪というパターンと本当に青髪というパターンがある。そして両者は決して相入れない存在なんだ。青髪ヒロイン。盾の勇者の成り上がりのメルティ。カンコレの裏風。シンフォギアの翼。ランスシリーズのリセットカラー。あの主人公ランスの娘。ただめっちゃいい子でわんぱくながら優しいためみんなに可愛がられ、ランスもぶっきらぼうながら意外と父親している。美少女なのだが体が成長せず母のように大きくならないのが悩み。あと父親譲りでが母と笑うのはちょっと苦言を呈されがち。東京ミュウミュウのミュウミンと、変身前は相沢ミンと。異世界おじさんのメイベル。見た目通り氷剣使い。この頃は幸薄の美少女にまだ見える。金髪のようで頭頂部は緑、毛先は水青色とオーロラのような色合いをしている。メメントモリのルサールか。ブレイブルーの前イコール夏目。ありとあらゆる要素が俺にぶっ刺さった。本編時系列の格好はさすがにどうかと思うけどね。ラブライブの海。メインヒロインはメインヒロインで好きだけどね。グイグイ行く点ではこっちの方が。眺めていて気づいた。さやかちゃん出てねえ。ワンピースのネフェルタリビビ。永遠真剣シリーズの処女作である永遠のアセリアのアセリアブルースピリット。作中では人のようなスピリットはその名字に対応した色で呼ばれる使い捨ての兵士のようなもの。メインヒロインであるアセリアは紫がかった青い髪をしている。異世界転移者としては走りになる古い作品ではあるが、主人公はチート武器もらいながら人質を取られ国家間の戦争に利用されるなどハード、しかも他に呼ばれた知り合いや変態とも殺し合いになる。道具として戦いに利用されながら世界の真相や、エターナルという存在を知り、やがて永遠を冠する名前でタイトル通り永遠のアセリアとなる。少年兵みたいなもので無口だがクーデレ、主人公と結ばれて娘もできる。機動戦艦なでしこのミスマルユリカ、悠々白書のボタン、ピピミ、強キスの黒金乙女、強く厳しく優しいとこのお姉さん。基本的釣り目出て厳しく武士みたいだがお姉ちゃんやる世話焼きで飴と鞭が激しい。大体の自分の好みに影響を与えていると思う。フラワーナイトガールよりイフェイオン。大多数のキャラがプレイヤーラブゼイな作中において明確に殺意を向けてくるという珍しい子。その動機は両親を失った間接的な原因への復讐らしい。けどいろいろあってそれが人違いと判明してからは自罰的な感情が前面に出るようになる。本質的にはすごく優しくていい子。メッシュ入りがありなら青森峰とかどう？ CV 堀江由衣の巨丸美人だよ。ウェンディがまだ出てないなんて。こんなの納得できない。PSO のクーナ。リトルバスターズの西園美を。妹パラダイスは青担当がしっかり物のポジションだから癖に合う。特に2のツンデレムッツリスケベイチオー原作もアニメもエマルだから注意。FAG のフレズベルク。アズレンのタイコンデロが。カノカノのミナセさん。向かって左。ラキスタの泉コナタ。多分オタビ少女の先駆けとなったキャラクター。カンコレよりゴトランド。思ったけど青髪キャラって雪女キャラ強くね。ラブライブサンシャインのカナン。雪女は雪目がおるからな。原神のカンウは人気が高くてよく見る。クールな先輩。ぷよぷよのルルー。砲撃連脚。ジョーランブ。青木鋼のアルペジオの高尾。敵対して戦ったが乙女プラグインしてからは。ニュージャージー。青髪キャラで唯一好きなのがアクア。なんで候補かを下げるような言い回しをしちゃうんだろう。青髪キャラだとアクアが好き。でいいじゃん。別に下げてるつもりはないよ。ただ青髪キャラが性癖じゃないからあんまり好きになることがないだけ。肯定意見以外は消えろマンくん。これは引っかかる書き方したすれ主が悪いだろ。お気持ちヤクザなだけだろ。これに引っかかる人は考え方がネガティブすぎるんだよ。好きじゃないイコール嫌い否定というマイナスの意味じゃなくて、単に興味がないだけのプラマイゼロの状態。気になってる子をご飯に誘って断られた時に勝手に嫌われてる否定されたって思考になって発狂するのと一緒。
ああこの人は自分に興味ないんだな残念、で終わる話。ちょい過剰反応だな。なんでこう下げるような言い回しをしちゃうんだろう。アクアが好きなら〇〇とか〇〇もおすすめだよ。でいいじゃん、星海シリーズのラフィール。呼ぶが良いさん懐かしい。作中時間的にはもう少女とかいう年齢じゃねえよな。アーブは外見年齢変化しないけど、その点人とには容赦なく加齢が起こる。ブルアカの知女好き。ドイツだ。雪見ちゃん好き。イースエイトのダーナさん。ヒロイン力が高い上に、もう一人の主人公。って言葉もぴったり当てはまるキャラだったね。出ました。わし個人的創作物のヒロインナンバーワンキャラや。お姿性格生き様すべてが美しい存在。村のさやかちゃんはいいぞ。セイラーマーキュリーのアミちゃんがいないだなんて。時代。ですかね。同じくレイアースの海も時代なんやろな。キングダムハーツのアクア好き。新章になっても帰りの師匠として出番ありそうなんだよな。イースのフィーナ。アドルの原点のヒロインよ。永遠真剣シリーズって今そういやどうなってんだ。ザウスは2、3年前に廃業したけど永遠真剣シリーズの権利はゲームデザイナーが全部引き取ってたから、シリーズのプロジェクト自体はクラファンでまだ動いてる。ありがとう。クラファンか、ちょっと敷居高いな。エターナル勢がどうなるのかは気になるんだが、第3章悠久のユーフォリア、はいずれゲームとして作る予定ではあるらしいが、現在はノベルとかボイスドラマで展開されているんだっけ？ブルアカのアコってキャラが可愛すぎて、ゲーム始めようか迷ってる。ちょっと前までドレス衣装のアコピックアップかつ、無料で100連引けたのに、タイミングを逃したな。モンストのネオ可愛くて好き。何か動向が電源マークみたいになってるのに絵師の癖を感じる。この手のスレあるあるの明らかにスレタイと違う自分の好きなキャラ上げてるだけなのが絶対出てくる現象に名前ある？発達障害。一途な乙女のさやかちゃん。リップルラップル。緑髪よりやっぱ青髪だよな。やはり赤ですぞ。美少女とは？種族の中では美少女なのか。俺タワーのスパナちゃん。この前のハロウィンイベントは終始イチャついてるだけの神イベで最高だったぞ。FE のカチュアかな。とても恥ずかしいことをやろう。原作やってないけど、グラブルのキコがデザインぶっ刺さりした。マダンのオートバナディースの F はいろいろやってるけどなかなかパッとせず終わってるな。企画は最後まで続けられるのだろうか不安だ。ハーレム F 出たら読んでみたい。F って僕弁みたいに戦機全員それぞれのルートが用意されてる的な感じ？違う。いわゆるギャルゲーみたいに主人公の行動でルートが変わるというのではなく、歴史の流れがあだったら、K の F ものくらいに考えた方がいい。プロローグ時点からして登場人物たちの立ち位置や関係性が違う。その結果、主人公の行動も変わって、舞台も変わる。人間関係も変わるからヒロインも変わるし、敵味方の関係も同じにならない。上がってるユドミラだったら本家では作中で初対面だけど、彼女がヒロインになるトーレンの雪姫だと昔会ったことあって仲良しだったってくらいに経歴が違う。そしてそっちルート行くとミラの発育が良くなる。アニシャドのシオンちゃん。テンスラのリムル。え？中身がおっさんだって？いやそれがいいんだ。それ以前に無性。6号さん。トラドラ。の川島亜美。美少女ではなく美女だけど、魔装鬼神。のウェンディさん。シリーズのダブルヒロインポジションを確立しただけでなく、可愛い年上ヒロイン。の魅力に目覚めさせてくれた。そら晴れはタールさん。もうすでにヒロプリロスや。25から30年くらい前の古いヒロインだけど、GS 三上の、おきぬちゃん。守って守護月天の、シャオリンが思い浮かんだ。ちなみにどちらも声優が同じ。千年戦争アイギスより帝国早期兵メイヤちゃん。あわや不敬罪の面白女だよ。ミリオンライブ。の七尾ゆり子。典型的な黙ってれば美少女タイプ。実際は、火星人が攻めてきたらどうしようと、考えたことないんですか、などと口走る妄想全開の処置。人呼んで、図書室の暴走特急。